こんにちは、カナダ在住ネムタスです。 FOX ニュース、プロジェクトベリタスが暴露、治療薬ワクチン検閲の実態、メディアと CDC の癒着関係ということでお話をしていきたいと思います。はい、プロジェクトベリタスの FOX ニュース暴露ですね。今日1本目の動画でも、事前に告知をしておきましたが、ついに内容が出てきました。はい。で、今回ですね、その暴露された方がアイブリーヘッカーという方になるんですが、一つご注意いただきたいのが、今回ですね、FOX26 っていうですね、これ、テキサス州ヒューストン拠点の、いわゆる地方局なんですね。で、その地方局のレポーターが、今回内部事情を暴露したということで、あくまでもその地方局の今内情です。で、これが果たしてじゃあ、アメリカ全土の FOX に関係してるのかって言われたら、まだ 100% してますとは言い切れません。はい。とはいえですね、今までの報道の感じ見ると、まあ、その、FOX 全土っていうだけじゃなくてですね、もう世界中、もう日本含めた世界中のメディアが多分こんな感じなんじゃないのかなっていうふうに正直思ってしまうような内容になっています。はい。で、この本人なんですが、即日停職処分が下ったっていう話はね、1本目でしましたが、その後すべての機材の返還指示が出た後に、解雇されたということですね。はい。まあ一応、私企業ですからね、まあ多分、社内規定とかそういうのがあって、まあそういうので、されてしまってるのかなというふうに思います。はい。でもすでにですね、クラウドファンディングが始まっていまして、支援の手は、差し伸べられていますから、まあその辺は、なんだろう、短い期間見ればね、なんとかまだなるかなとは思います。はい。で、あとこの人の動画ですね、20分程度あるんですが、プロジェクトベリタスのウェブページから見ることできますから、プロジェクトベリタスというふうに調べればすぐ、見ることできます。ご興味ある方はね、そちらご覧ください。はい。で、今回なぜ内部告発に至ったかと言いますと、もう FOX が、視聴者利益ではなくて、会社利益優先で報道していても腐敗しているっていうふうに言ってたんですね。で、この腐敗っていう表現はまあかなり強い表現じゃないですか。で、キーフさんもなかなかすごい言葉使わねえみたいなことをおっしゃってまして、はい、まあでもこういう言葉が出てくるぐらいの状態であるということですね。はい。で、今回ですね、その20分間の動画の中で僕個人が思った3つのポイントがあります。はい。まず1つ目がですね、副社長兼ニュースディレクターによる人種差別発言。2つ目がパンデミック関連の話。3つ目が視聴者よりも広告主、社長、ゼネラルマネージャーの利益を優先した、社内体制の、話ですね。はい。で、丸の3に関してはですね、もう読んで字のごとくもこのままですので、これ以上深い話はしません。で、まあ一応ね、FOX もその私企業ですから、で、あと広告主ついてこそ成り立つ、まあ業種でもありますからね、まあその辺のことを考えると、まあ視聴者よりもそっち考えちゃうっていうところはね、存続のためにはわからんでもないんですが、ただやっぱりね、もう今公共のもののような感じになってるじゃないですか、メディアってね。っていうことを考えると、まあちょっとその辺のバランスどうなのかなっていうような感じがしちゃいますよね。はい。で、おそらくですね、この後各メディアがですね、FOX の内部事情をこんな感じで暴露されたんだ、みたいな感じでね、報道すると思うんですが、多分ね、この丸の2のパンデミック関連をほぼ触らないと思います。というのは、先ほども言いましたが、多分世界中のメディアが全く同じ状態だと思いますから、多分ね、彼ら全く触ってこないと思います。その代わりにこの人種差別発言ですね、もうこれも彼らの、ね、大好物ですから、まあ、これをね、最大限に引き伸ばして話をして、で、あとはね、なんてレイシストな、そのニュースメディアなんだって言いつつ、あとは自分たちのことしか考えてないニュースメディアなんだ、でも私たちはちゃんと視聴者様のことを考えてるメディアなんだ、みたいなことを多分言ってくるんじゃねえのかなって勝手に思ってます。CNN とかがね。はい。ということで、まず3つのポイントのうち、3つ目はもう今回話しませんが、1つ目、2つ目いきたいと思います。はい。まず最初、人種差別発言ですね。これ多分ね、なんて言うんでしょう、編集会議みたいな中で出てきた言葉なのかなというふうに思います。はい。何言ったかというと、そうね、黒人貧困層が多い午後5時にビットコインの話を流すことはないわね、みたいなことを言っちゃったんですね。で、まあ、正直これね、実際の動画見ていただければわかるんですが、喋り方的にも、まあ、多分内心で、なんて言うんでしょうね、ちょっと差別意識みたいなものは、ま、ちょっと終わりになるのかなっていうような感じは正直しちゃうような喋り方ですし、まあ、文字に起こしても まさにそんな感じですよね。はい。一応ですね、この喋ったのがですね、この人で、副社長兼、ニュースディレクターなんですね。で、それぞれの時間ごとの視聴者層のデータ持ってるはずですので、まあ、それをもとに午後5時台っていうのは、まあ、黒人層が多いと。そして、所得があんまり多い人がいないから、まあ、ビットコインみたいなね、お金に余裕がある人じゃないと買えないようなものの話流しても、まあ、誰も聞いてくれないよね、みたいなね、そういうようなことを言って、
たかったんでしょうけど、まあそれをギュッとまとめたら、まあとんでもない差別発言になっちゃったということですね。はい。で、一応ね、フォローみたいなことはしておきますが、その視聴者層を分析して番組編集するのは当たり前の話なんですよね。なので、発言のね、趣旨はわからなくはないんですが、もう言い方ダメですね、本当にね。はい。で、まあ特に今人種差別にかなり敏感な世の中になってますし、声でかい人もかなり多いんですので、まあかなりの問題発言、なってくるかなというふうに思います。はい。で、特に意識高い系の人々の大好物なものになっちゃいますので、まあ、謝罪するなり訂正するなりしなければならないのかなと思いますね。一応、悪意のある切り取り報道されてしまいましたっていう声明出してるんですが、まあ、多分それだけじゃね、火消しはできないと思いますから、まあ、何かしらもう一発ね、動きを見せないと、まあ、いろいろ言われて大変なことになるかなというふうに思いますね。はい。ということで、まず一つ目ですね。この人種関連の話です。で、これはね、正直僕としては今回の動画の中でも比率は低いかなっていうふうに思います。一番でかくて、これ世界中の人々が聞かなければならないのがこっちですね。パンデミック関連の話で、パンデミック関連の話、大きく分けて2つのポイントがあります。1つ目が、治療薬ヒドロキシクロロキンに関する話ですね。はい。で、これ何かというとですね、2人の博士がですね、とか、まあ、お医者さんが治療薬の有効性を説明する動画っていうのが昨年7月にかなり出たんですが、まあ、それに関連した取材であるとか、動画の拡散をやめろというふうに、副社長から直々に、このアイボリーさんに来たわけなんですね。で、まあ、本人としては、もうこの命令が来たところが、ターニングポイントだったというふうに語っています。このヒドロキシクロロキンね、マラリア薬とかで、ね、抗マラリア薬っていうのが有名なものですね。で、トラさんも当初使ってて、で、まあ、いろいろな話がありましたよ、ね。有効性あるんだ、ないんだ、ね。いろいろごちゃごちゃしてたわけなん、は、してたわけなんですが、その中でも有効性あったっていうふうに言ってるのはこの方なんですね。一人目がイマニュエル博士なんですが、この方は、パンデミックを30日以内に終わらせる方法があると。それは、早期治療の薬品としてヒドロキシクロロキンを投与するべきであると。で、そうすると、そのウイルスの増殖を抑えることができるから、それによって抑え込むことができるはずだ、みたいなことをおっしゃってるわけなんですね。で、もう一人ですね、バロン博士は何言ってる、お医者さん何言ってるかというと、この方は自分の患者さんに使ってみたら効果があったんだというような話をしてるわけなんですね。で、このような動画を、アイボリーさんが自身の SNS で、まあ、拡散をしていたわけなんですが、それに対して、副社長が連絡してきて、もう取材もその動画拡散もやめろと。あなたは、その7月23日に出てきたイギリスのレポートを知らないのかと。これブラジルかどこかでね、治験っていう臨床試験したところ、まあ、特に致死率には、違いが出なかったんだみたいな、そういう結果が出てきたんですよね。なので、使う意味ないんじゃないの？みたいな結論が一つ出ていたわけなんですが、この副社長はそれをもとに、もうこんなものを流すんじゃないっていうふうに言ってるわけなんですね。ただ一方で、アイボリーさんはもうそれ知ってると。だからこそ私はこの動画を SNS に投稿してるんだって言ってるんですね。なぜならば、今テレビつけても言ってるの何かというと、このヒドロキシクロロキンは意味がないっていうような報道しかしてないわけなんですよね。専門家の意見ですら分かれてるんだと。だからこそ視聴者は一体今どのような情報があるのかっていうのを知るべきであるということなんですよね。ただ副社長何したかというと、自分で何が正しいのかっていうのを決めて、で、しかもその決める判断基準何だったのかって言ったら、要はこれ専門家がもう二つの意見言ってるわけじゃないですか。その中でも片一方、要は効果がないっていうふうに結論出した理由っていうのは、その先に自分たちの利益があったから。そのために、この副社長はそっちに動いたんだっていうふうにアイボリーさんは言ってるんですね。じゃあ、その先にある利益って何かって言ったら、いわゆるワクチン利権っていうものですね。はい。で、このワクチンを推奨するためには何が邪魔になるかって言ったら、治療薬なんですよね。治療薬があったら、そっち使いたいっていう人も出てくるじゃないですか。特にワクチン嫌いだっていう方もいらっしゃいますからね。はい。ということで、まあ、何の治療薬も存在しない病気、ただワクチンは有効なんだっていうふうに言えば、みんなにワクチンに殺到すると、まあ、現実そういうような報道になっちゃってたわけなんですよね。はい。ですから、まあ、ここが問題だったということですね。はい。では、今日、そのタイトルにも書きましたが、CDC との癒着の部分ですね。ワクチン関連の話いきたいと思います。この二人もですね、FOX26 の中のスタッフなんですが、この二人がですね、いろいろベラベラ喋っちゃってます。はい。何言ってるかというと、CDC、疾病予防管理センターがかなりの資金提供をしていると。そして、我々は CDC の言いなりになっているし、それは我々 FOX26 に限ったことではなくて、ほとんどのメディアが同様のことになってるんだっていうふうに言ってるんですね。
で、この、連邦のね、機関からどうやってお金来てるかって言ったら、いわゆる宣伝広告費だと思われます。いわゆるそのワクチンを打ちましょうっていう宣伝ですよね。それによって来てるんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、これはですね、おそらく世界中で同じようなことが起きてると思います。カナダでもですね、僕はテレビないんで、テレビの CM どうなってるかよく知りませんが、ユーコンにいた頃ですね、この YouTube の CM ですら、ものすごい量のワクチン打ちに行こうっていうですね、CM を、いつだったのかな、多分1月2月3月とかも YouTube つけるたんびに必ず出てましたね。とかいろんなウェブサイト調べてるときに広告ってボンって出てくるじゃないですか。あれでもそのユーコン政府が打ちに行こうみたいなね、そういう広告をそこら中に出してるわけなんですね。で、まあ、多分そういうところからお金が来ていたんだろうというふうに思います。で、まあ、要は広告主ですから、CDC さんはね、そういうところの意向に沿う報道って何かって言ったら、まあ、ワクチンのみが唯一の救いの手であるという報道をするっていうことになるんですよね。はい。で、アイボリーさんは、まあ、これは、テレビ局っていうのは広告主の意向に沿う報道しなければ存続できないっていう、まあ、その最低限のラインがあるんですよね。だからこそ、視聴者も気をつけないといけないと。広告主がどうにもこうにもならない、広告主がどこなのかっていうところに注意しなければ、その報道の真意がわかんなくなってくるということですね。まあ、これ僕自身もしっかりちょっと気をつけなあかんなっていうふうに思ったんですが、まあ、多分これに今回の騒動で世界中の人々が学ぶべき点なんじゃないのかなというふうに思いますね。はい。っていうような形で、メディアのほとんどがなぜね、みんなワクチンの方に走っていっていたかというと、まあ、アメリカの場合は CDC、で、カナダも多分保健省とかそういうところが関わってくるのかな、まあ、いうようなところが、まあ、いろいろそういう、まあ、広告費っていうものを出すことによって、まあ、何かしらの物語を作って、で、そこに沿うような形のお話をしていた可能性があるということですね。はい。で、今回のこの暴露全体の中ですね、20分間の中で一つですね、個人的に一番怖いなっていうふうに思った表現がありまして、それが、検閲行為に立ち向かおうとする私の喉元を、フォックスは押さえつけたんだと、いうふうにアイボリーさんがおっしゃってるんですね。で、これ、この世界中のメディア、で働いている人々が耳をね、ちゃんとかっぽじって聞くべき話だと思うんですよね。というのも、その結局僕ら一般市民って、どんな形であれ情報ってどうやってゲットする、してるかって言ったら、まあ、どんな形であれメディアがスタートじゃないですか。で、そのメディアが出す情報が検閲されてどうのこうのっていう話は、まあ、ね、選挙関連とかいろんな話でありましたけれども、そもそもそのメディアの内部で検閲されてたら、もう本当に僕らどうすることもできなくなるんですよね。っていう、その、情報の出元の根本のところから押さえつけられていたっていう現状を、まあ大きな闇をですね、今回暴露してくれたんだなっていうふうに個人的には思っています。はい。そして、上層部の決めた物語から偶然であったとしても外れてしまった場合は、それは深刻な事態を招くことになると、要は黙らさせられるということですよね。はい。で、私は報道業界の腐敗がもう目に余るものになっているから、今回自分の将来がね、真っ暗になってしまうかもしれないけれども、立ち上がったんだというふうにおっしゃっていました。はい。で、今回の話なんですが、FOX 26地方局の内部告発ですので、もう一回重ねて言いますが、全米で全く同じこと起きてますとはまだ言い切ることできませんが、まあ、今までの報道の感じ、どのメディア見ても思うのが、日本含めて世界中でおそらくこういうことになってたんじゃないのかなというような感じがしますよね。日本の場合はちょっと毛色違ってね、お隣のでっかい国とかからね、お金がガバガバ流れてきてるかもしれませんが、ね、とりあえずまあ、そんなような感じのことがあったんじゃないのかなという闇をですね、今回知ることができたなと。で、正直皆さんは薄々感づいていたことだと思うんですよね。ただそれが現実だったということだったと思います。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後はまた可愛いタヌキくんでお別れをしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。